本日の営業が終了しました。残念ながら、フレーメンゼルが今逆さになってライブロックに突っかかっている状態で、まだ息があるのですが、もう落ちてしまう模様です。まあトータル同イオンはね 0.5M 分丸1日半かけて入れたので、高濃度の同イオンではない中で落ちてしまったということは、前回の南洋ハギのように低い同イオン濃度でもなくなってしまうときはなくなってしまう。レモンピールは寄生虫だったんですけど、この子は寄生虫ではなく、単純に淡水浴明けの白天プラス同イオン、もう 0.1ppm でもダメだったかもしれないですね。もう初日の 0.2ppm、 夜の8時じゃないな、朝の8時頃に入れて、次の夜までの12時間の間だけでももう全然元気がなかったので、もう少しの同イオンでもこの子は耐えれない体質だったのかもしれないです。実際この小さなブラックオセラレスは同イオンの、影響をほぼほぼ受けておらず、ご飯も食べています。若干バイカラーの元気は確かにないので、これはお魚がいてないから元気がない、餌をあんまり食べないのかどうかがちょっとわからないんですけど、まあ今はこのように、ホンソメワケベラをねちょっと追いかけたりするような様子もあって、昔ヒレナガハギも同イオンでなくしてますね。今回はフレーメンゼルに縁がなかったということで、1年目2年目3年目で1匹ずつ飼いました。次もまた4年目の来年になると思いますけど、ちょっとねフレーメンゼルには同イオンが厳しいようなので、また縁があれば挑戦したいと思います。今回はね残念なんですけども、この状態で水槽から早々に出してあげたいというか出したいと思います。